悩みいろいろでも笑っていたい一番のいい方法はってもうこれ答え済みじゃないですか。笑うって決めなさいよ。笑う角には福来たるっていう言葉は誰でもご存知ですよね。あれ結構深いんですよ。あれ深い。あれまあね、笑ってればいいんだよみたいなことを取ってる人がいますけどね。あの簡単に言えばね、福の神っていうのがおるんです。福の神様っていうのがいますよね。福の神様を思い描いてくださいよ。どんな顔してますかいな。あの福の神様と同じ顔をしたら福がやってくるって言われてるんですよね。はい。だから福の神様と同じ顔すらええんですよ。何宴会が始まってるんですかね。ここで入れるんだ。私はテーブルじゃないってね。ごめんなさい、芸人さんですか。芸人さんですか、その3人さん。そのなんで福の神が笑顔なのかっていうとね、日本の神様ってこんな話知ってますかね。あの天の岩戸事件って知ってますかね。あの日本の神様の歴史の中ではかなり重要な事件があって、天の岩戸事件っていうてね、まあ、簡単に言うとどういう事件かって言ったらね、神様が引きこもったんですよ。あのふざけるなっつってね、天照大神っていうさっきも登場したあの神様がいるわけです。これお日様です。で天照の大神の下にね、兄弟がいるんですよ3人で、その3人の兄弟の弟にね、スサノオノミコトっちゅうね、まあ皆さんにとってはゆかりの神様ですけど、これね超やんちゃくれなんですよ。はっきり言いますけどやんちゃくれです。これ神様の中でほとんどナンバーワンぐらいのやんちゃくれです。これがはい。で機関垂れです。悪さばっかりするんですこれ。もう余談なことばっかりやって、ついに怒ったんですよお姉さんが、ふざけんなっつって。でね、もうあなたみたいなやんちゃくれの弟はね、もう何言っても聞かんからね、もうあなた金輪際許さないからっつって、ついに閉じこもったんですよ天の岩戸っちゅうところに、ガシャーンって。ほでね、世界が真っ暗になったんですよ。で、まあ、太陽が閉じこもるわけですから。ほでらみんな焦ったんですよ。だってお日様がいなくなるっちゅうことはお米が取れなくなるんですよ。お米が取れなくなったら終わりです日本は。ね、なんでね、最初は力ずくで開けようとしたんですよ。ちょっとあの神様の中で世界、まあ、世界一大変ですね、神様一力持ちの人がいて、田力を飲み事中の、その田力をも田んぼですからね、田んぼの力ですからね、うん、ほんでね、もう神様一の力持ちやから、この天の岩と力ずくで開けてっつって、でんな任しとけっつって開けようとするんですけどね、開かないんですよ。ピクリとも動かんのですよ。もう神様一のね力持ちがやって開かないんだから、もう開かないことが確定するわけですよ。ほんだらね、みんな神様がね、スサノオノミコトに向かってね、お前が謝れよっつって、お前が謝らないとこれ動かねえよっつって、あのヤンキーってまあ大体イメージできるでしょ。でヤンキーに謝れよっつったって謝るわけないじゃないですか。あ、俺悪くねえしみたいな、ほんなあいつが悪い、姉ちゃんが悪いんだよみたいなことを言っててね、何日か経ったらしいんですけど、全然動く気配がないから、さすがにこのやんちゃくれもやべって思い始めたんですよね。あかん、これわしが謝らんとこれダメなんちゃうんかみたいな。でね、天の岩戸の前で言うわけですよ。あ、悪かったしみたいな、わもういい加減開けてくれよ姉ちゃんみたいな。だからなんとも返答がないんで、でさすがにやばいと思って、お姉ちゃん心入れ替えるからごめんなさいとか言って、誰もいないところ見計らってね、ごめんってごめんってとか言うんですけど、そんなん嘘に決まってるじゃないあなたってね、何年あなたのお姉ちゃんやってると思ってんのって、もうね騙されないわよとか言ってね、もう二度と開けないからって、ね、覚悟しときなさいって。ほいでね、そのこれあかんと思って泣きつくわけですよ神様に。もう謝ってもダメやったっつって、もう何とかしてお願いとか言ってね、神様の会議が始まるわけですわ。ね、またみんな集まってくるわけですよ。これどうするみたいな、これもう謝ってもあかんし、お前力ずくでもあかんねえし、もうこれこのままいったら俺らもうのたれ死ぬしかねえみたいな。でそこでね、神様がみんなで話し合って決めた結論がね、ちょっとスペシャルおかしいんですよね。あの世界中の神様でこんな解決方法を取る神様なんていない。何をしたかっつったらね、一斉に天の岩戸の前で笑い始めたんですよね。理由が簡単、理由がまた振るってますわ。
ゲラゲラ笑ったらなんか面白いことあるんかなと思って出てくるんちゃうんかみたいなそんなのが私たちの神様ってどうよみたいなねほんでゲラゲラ笑い始めたらね、出てこんのですよこれが。ほんで出てこんでね、一瞬神様ひるんだんですよ。あかんこれ、笑っても出てこんがなとか言って、でね、ひそひそ話するんですよ。いつまで笑えばいいんかなみたいなバカお前、今ここでやめたらお前元も子もねえだろって、もっと笑えもっと笑えとか言ってね、それ3日間笑ったらどうなったかっつったら、もうなんかね、笑ってたら楽しくなり始めて、そのうちなんかもうどうせ笑うんだったら宴会しようぜって言い始めて、酒と魚がやってきて、踊り子がやってきて、ほんでね、踊り始めたわけですよ。ほんだらね、超おかしくなったらしいんですよ。見えないんですよ、真っ暗で。真っ暗で見えないんですけど、もう分かるんですよね、もうどんちゃん騒ぎで。ほいでね、もうゲラッゲラ笑い始めてね、そしたらね、明らかに空気が変わるんで、中に閉じこもってる引きこもりの神様はね、これ何が始まったんやって、酒の匂いがするわね、美味しそうな料理の匂いがするわ、なんかね、金屋太鼓が出てきて、おい何楽しいことやってんねんみたいなね。ほいでなんか天の岩戸の前にはいなくなってるし、誰か、なんか向こうの方でなんかゲラゲラ笑ってるし、超気になるかなみたいな。ほいでちょっとみたいな感じでこうって見るわけですよね。まだ、まあ、待ってるに決まってるじゃないですか、もうね、もうリベンジですよ。田力の御事のメンツ丸つぶれですからね、絶対今度開けたろうと思ってるから、もう1週間ぐらい張り付いてるの、こうやって開いた瞬間にね、こなくそーって開けたらね、光がね、まあまあ取り戻せたみたいな。あの日本の神様って何って教えてるかわかるでしょ。あなたの笑顔が世界を救うんですよっつってるんですよ。あなたの笑顔が世界に光を取り戻させるんですよって言ってるんですよ、うん、だから笑顔でいなさいって言ってるんです。そして笑顔が福の神様になったんですよ。だからね、あの笑顔にでも笑っていたいって、いや笑ってるからいいことがあるんですよ。あのかつての私と一緒でしょ。楽しいこともないのに笑えるかみたいなこと言ってたらいつまでも来ません。笑っていたいとか言ってたって絶対来ませんから。いや笑っていたじゃない、笑えやえんですよ、はい、本当です。こうやって言われたらね、あ本物じゃないですか。あなたいつも笑顔ね、悩みなんか全然ないでしょうって言われたら最高の褒め言葉ですよ。それ来た、俺の笑顔もついに筋金入り殿堂入りだみたいな、そう思うみたいな、その通りなのって言っとけばいいよね。本当ですよ。そしてその人が笑顔でね、自分の人生を語った時にどんな希望の光がそこに生まれるでしょうね、うん、それでも笑顔で生きていくっていう人生を目の当たりにした時にね、